金正マは、韓国出身の元サッカー選手。MFFW。元韓国代表。2003年に K リーグ、ウルサン現代 FC に入団。2004年のアテネオリンピックでは4試合すべてに、先発メンバーとして出場し、韓国代表のベスト8進出に貢献した。2006年からは、J1 名古屋グランパス8に移籍。2007年には、 AFC アジアカップの韓国代表に招集され、グループリーグ最終節対インドネシア戦で代表初ゴールを挙げた。この金のゴールで韓国代表は1-0で勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。2007年シーズン終了後、契約満了により名古屋を退団。欧州リーグ挑戦を目指して、イングランドのウィガンアスレティック FC と入団交渉を、 続けていたものの合意には至らず、その後は、城南一は天売移籍し、翌2009年はキャプテンを務めた。2010年から2011年までの2年間は、兵役のため、広州勝負 f c に所属する。2010FIFA ワールドカップの韓国代表にも選ばれ、この時は軍人らしく試合前の国家青唱時に、チーム内で唯一、敬礼を行っていた。 2011年は特殊なチーム事情もあり、所属チームでは FW でプレーし、得点ランキングトップの活躍を見せている。9月22日、兵役の終了に伴い城南市は天馬に復帰。体を張った守備と、豊富な運動量のボランチ。テクニックは高く、独特のリズムから繰り出される切り返しが武器。欠点は、気象の荒さで、2006年度は全34試合のうち、 警告を17回、退場処分を2回受け、その結果7試合で出場停止処分となった。ありがとうございます。